市民活動支援センターの川野です。市民活動団体を紹介するシリーズ第9弾です。今回紹介するのは伊賀市人人体操普及会です。代表の吉本さんにお話を伺います。吉本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はじめに伊賀市人人体操普及会について紹介してください。はい、伊賀市人人体操普及会は2007年に発足しました。市民の健康づくり推進のため、伊賀忍術発祥の地である地域特性を生かした人人体操の普及啓発をしています。人人体操について簡単に説明をお願いします。人人体操は忍者の動きと精神を取り入れた伊賀市独自の体操で、健康づくりやスポーツの準備体操などに活用できる体操です。忍者のユニークな動きが特徴の体操ですね。では活動内容を教えてください。生き生きサロンや健康講座、ラジオ体操、伊賀上野シティマラソンの準備体操など、地域の講座、イベントなどに参加して人人体操を PR しています。その他にも市内の高校の授業で人人体操を教えることもあります。このように地域間の交流を図り、さまざまな団体と連携を取りながら、地域に根ざした人人体操となるよう普及活動を展開するとともに、普及会員自身の資質の向上にも努めています。吉本さんがこの活動を始めたきっかけは何ですか？旧上野市時代に健康の駅長に任命されました。ある日、市からラジオ体操第一のような市の体操を作ろうと声をかけられ、元体育教師の経験を生かせないかと思い、当時設立された人人体操開発委員会の委員になりました。委員のみんなが意見を出し合って、人人体操が完成しました。その後、市町村合併によって人人体操開発委員会は伊賀市人人体操普及会へと名前を変え、活動を続けています。人人体操を教えるときに特に意識していることなどはありますか？はい、人人体操の動きは元気が出て楽しくなったり、足腰が丈夫になってバランス感覚が良くなる効果が期待できます。そんな感覚を皆さんに感じてもらうよう努めています。また体操を広く知ってもらい、実践してもらうために、参加できるイベントには積極的に参加しています。市内の地域での活動の時は、その地域のお住まいの普及会員に率先して参加してもらい、会員同士の友好も深めています。さまざまな場所で継続的に活動されていますね。写真を拝見していると皆さん楽しそうですね。参加者が人人体操をするとみるみる笑顔になり、背中もピーンと伸びて姿勢が良くなり、活力がみなぎり元気になるように感じます。そんな様子を目の前で見るとやりがいを感じます。今後どのように活動を展開されますか？市民の皆さんを人人体操で笑顔に元気に健康にしていきたいです。健康の輪を広げ、平和で健やかに暮らせる伊賀市を作っていく、これが人人体操の使命です。この実現に向けて、普及会員一人一人のライフワークとして続けていきます。吉本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。人人体操は誰でもどこでもできる体操です。この手軽さを武器に、伊賀市だけでなく全国にも広がればいいなと思います。今回紹介した伊賀市人人体操普及会のように、市では市民活動団体に登録していただく団体を募集しています。また活動に関する不安や質問があれば、私が専門スタッフとしてお聞きしますので、ぜひ気軽にご相談ください。団体登録をすると、チラシや情報紙を市民活動支援センターに設置したり、
センターのブログに活動内容を掲載するなど、効果的な情報発信ができます。その他、安価で印刷機の利用や、無料で交流スペースも利用できます。登録に関する相談や問い合わせは、市民活動支援センター、電話 22-1511、または22-0310、ファックス22-0317までお寄せください。以上、市民活動支援センターからのお知らせでした。